あの晩、日付が変わって1時間ほどのこと、キャツメ、宿敵たるライバル仮面マスクが舞い降りた。振り返ろうとしたその刹那、誇り高き頭に一撃が。深く怪人と戦うことすらできず、我が意識はつよと消えた。30分後非常電話にて警察に通報を入れたのです。なるほど。犯人の姿そのものははっきり見ていないのですか？特別性のマナコは何者も見落としたりはしませんぞ。ただし目に入らなかったものはこの限りにあらず、けだし当然と言えましょう。なぜ証人がそこまで胸を張れるのか理解に苦しみます。ま、ご老人、これだけは言っておきましょう。やつこそは我が公敵者にしてライバルたる仮面マスクだった。我が経験とかその他諸々がそう告げております。ほんま、では弁護人とにかく尋問。目撃したこと、あの晩日付が終わって1時間ほどのこと、ということは12日の午前1時頃になりますね。なかなか見事な推理ですな、弁護士殿。あなたは現場で見張っていた、どこにいたんですか？さよう、地下倉庫のコンピュータのあたりですな。コンピュータ、パソコンのことか。身を隠していたわけではないようですね。今までの事件では我は常に身を隠して怪人を待っていた。確か昨日もそんなこと言ってたな。江戸の子さんも現場で奴を見たことないって言ってたね。だからこそ昨夜はあえて隠れなかったのです。お父さん、おとなしいな。あえて我が身を晒すことでプレッシャーを与える作戦ですな。あっさり殴られたくせに。とにかくその時刻、宿敵たるライバル仮面マスクが舞い降りた。舞い降りたってどこからですか？ま、それは入り口のドアからでしょうな、おそらく。舞も降りるも関係ないじゃないか。普通に徒歩でバーンって開けたってことだよね。あの、どうして怪人に気がつかなかったんですか？我がマナコは怪人の影を求め、我が耳は怪人の足音を探していた。だのに、奴はその上を行ったのです、おそらく。怪人め、地味なマントを着ていい靴を履いていたのでしょう。あんた本当に名探偵なのかよ。振り返ろうとしたその刹那、誇り高き頭に一撃が。その時犯人の顔は見なかったんですか？それこそは美にして妙ですな。怪人の仮面のマスクは見た、そう記憶しております。ふむ、やや曖昧ですな。しかしこの通り、我が第三のマナコたる防犯カメラがその姿をしかと捉えている自分ではないですかな。確かに写真が本物であれば問題ないでしょうな。いかがですか、護道検事。それでは証言を続けてください。で、怪人と戦うことすらできず、我が意識は梅雨と消えた。襲われて気絶、何もできなかったんですか、名探偵のくせに。あいや、弁護士殿、あなた、いきなり殴られたことは？え、あ、ありますけど、消火器で。その結果どうなりましたかな？確か、そのまま気絶して記憶も抜くしちゃったんだよね。あー、これ逆サイ2の最初の話やんな。さよう、あなたに我を責める資格ありませんな。記憶を保っている分、我が頭の方が優秀と思いましょう。こいつの頭、反省するって彼らはないのかよ。さて、このようにして我が意識は途切れた。そしてで、30分後非常電話にて警察に通報を入れた。その30分というのは、我が意識が黄泉の世界へと旅立ち、黄昏の彼岸をさまよいし、相変わらず読めないし、意味も全然わかんないよ。気絶して伸びていた、多分そういうことだな。ではその30分間のことは、誰にも知ることのできない空白の時間というわけですな。お前が言うなよ。
なんか怪しいよね、相方探偵。犯人が入ってきたのに気がつかないなんて。戦う前に気絶した相方探偵はそう言ってるけど、そんなはずはないんだ。あの証拠品と矛盾している。あの証拠品？問題はどうしてそんなあからさまな嘘をつくのか。え、ちょっと待って。うん、怪人と戦うことすらできずってなってるけど、これ衣装から強い力でむしり取られたようだってことは格闘したってことだよね。これでしょ。アイガさん、その特別製のマナコでこれを見てもらえますか。これはしたり、我が公敵主にライバルなる怪人なれば大当時。この仮面マスク目のエンブレムですな。現場の地下倉庫に落ちていました。なぜでしょうね。簡単なこと、ノリ付けが甘かったのでしょう。こいつには衣装から引きちぎられた跡があります。引きちぎられた、あ！事件当夜、怪人は何者かと格闘したものと思われる。エンブリムはむしり取られたのはその時しか考えられません。そして犯人と格闘できたのはたった一人で現場を見張っていたあなたしかいないのです。グッ。そうだね、相方探偵、あなたは怪人と格闘をしているはずです。なのになぜ嘘の証言をするのですか。商人偽証は立派な犯罪ですぞ。いやまかりおごろうじ。私をご隠居みたいに呼ばないように。思い出しましたぞ裁判長殿、最近多くの事件を抱えているので混乱したようです。できる男は裁ける仕事の数で決まる、俺の哲学だぜ。なるほどくん、いつも一個だよね仕事。うるさいな。商人、つまりあなたは犯人と格闘したというのですか。おっと、おしゃべりはそこまでだぜ裁判長。おしゃべり。大事なことは証言で聞く、そいつは俺のルールだぜ。あいや、了解しましたぞ。この愛が燃ゆる命にかけて。犯人との格闘さよ、確かにこの愛が扉から目を離したのは事実。しかしそんなことでこの名探偵をたばかるのは不可能。怪人は傍らの武器を手に取り、我らは命のやり取りを。ジェントルメンの武器は拳のみ、それがあだとなりました。やつめの一撃がコツンと、それで全てですな。やはり仮面マスクを目撃していたわけですか。さよう、振り返りざまにやられたのはやつの3回目の犯行の時でした。どうやら記憶が少々混乱してしまったようです。ふむ、まあ確かによくあることですな。私も証言がどの事件のものかよくわからなくなりますからな。そりゃまずいだろ。もう可愛いんだけど裁判長、もう普通ボケてるおじいちゃんや。扉から目を離したのは事実。そもそもどうして扉から目を離したんですか。地下倉庫には防犯カメラ以外に多くのセンサーが仕掛けてあった。その一つがピピと反応した。巣はデータを確認せねば。我はコンピューターのところへ行ったのです。そう、華麗にパソコンをいじっていて隙ができたってわけですか。どうする、もう少し聞いてみるか。じゃあセンサーのこと。そのセンサーというのは、地下倉庫にはドア以外にも出入りできる場所がありました。エアコンディショナーのダクトに排水口、猫用のドアなどな、すべてに熱感知、赤外線、紫外線、その他諸々のセンサー。それはご自分で用意されたのですか。機材はすべて高菱屋百貨店に用意していただきました。もちろんこの写真を撮影した防犯カメラもね。つまりそれらの機材に細工はできなかったわけか。くっくっくっ、疑いは晴れましたかな弁護士の。ちょコンピューターのこと聞いてみよう。コンピューターのこと、はいはい。じゃあコンピューターのこと。そのコンピューターも高菱屋のものだったんですか。さよ、まあデータを管理するプログラムはこのアイガがホームメイドの味わいで作り上げたものですがね。
それならアイガ探偵はデータを自由にいじれたわけだ。なるほど。自分の都合のいいようにでっち上げることもできるってわけだよね。あの、何ですか、タバカルって。はあ、最近の若い人はこれだから困ります。美しく古い言葉はこうして失われていくのですね。すみません、で、どういう意味なんですか。と忘れしました、何でしたっけ。最近のおじいさんも似たようなもんじゃないか。かわいい。どうやら結論が出たようだ。証言を続けて構わねえぜ。片輪の武器を手に取り、我らは命のやり取りを。片輪の武器というのは、憎き怪人もまさかこのアイガが現場にいようとは思わなかった。倉庫へ通じる扉の近くに立っていた女人像から刀を奪った。刀ってくねくねと枝分かれしたやつですか。さよ、幸い刃は立っていなかったようでしたが、やはり七使徒のことだな。怪人は刀を取った、それ商人の方は。ゼントルメの武器は拳のみ、それがあだとなりました。腕っぷしには自信があったんですか。さよ、我が中学生の時は剣闘クラブの副主将代理補佐ゆえ。代理補佐って全然ダメじゃねえか。今一つ凄さが伝わってきます。しかし卑怯なるは我が怪人でライバルたる仮面マスク。もうめちゃくちゃだな。やつめの一撃がコツンと。その時のこともう少し詳しく聞かせてもらえますか。刀を持っている相手と戦うはハードでメロ、そしてヘロ。なんだヘロって。得意の戦法で相手しましたが、一瞬光に目がくらんだ。そこをすかさずチェックメイトやられたわけですな。どうする、もう少し聞いてみるか。おう、目がくらんだ。その目がくらんだ光というのは、いわばあれはゴールデン、女人の像から発したものでしょう。早さと強固の像か。あんまり参考にならなかったね。どうかな、なるほどくん。一つだけはっきりしていることがあるよ。え、なになに。あいつは、アイガ探偵はまだ何かを隠そうとしている。それってどういうことかな。なんとなくこの事件の真相が見えてきたような気がするよ。あの探偵の正体が。ちょっと待って、もう一つ聞きたい。ここ、うん。で、ここ得意の戦法。得意の戦法というのは、それこそは探偵のシークレットと言いたいところですが、よろしい、教えてしんぜよ。皆様も明日からぜひに壁を背に戦うのです。これで背後を取られることはありません。壁を背に。ふむ、いかがですか弁護人、この証言は。お、重要。もちろん重要です、探偵のシークレットなわけですし。そうですな、夜道で襲われた時私も参考にしましょう。裁判長、なぜか僕をじっと見つめているぞ。それでは証人、今のシークレットを証言に加えていただきましょう。背に壁をつけて。背に壁、壁にせよじゃなくて。ちょ、揺さぶってみる。あの眉合いというのは、さよ、右の眉と左の眉のちょうど中央、ちょっと上あたり、ある種額と言い換えても問題ないでしょう。じゃあ最初からそっちで言えよ。やはり弁護士の眉合いにシワが寄っておりますぞ。あの探偵さん、額を殴られたの。そう言ってるね。なんか気になるな。実は僕もだ。なるほど、額を殴られた。殴られた場所がもしかしたら矛盾してるってことか。どこからわかる。あ、後頭部じゃん。めっちゃ大嘘つきや。なんやこれ。ほら、仮面マスクがこれ、これでアイガの後頭部を殴り気絶させたらしい。嘘つきやろめ。許さんぞ。アイガさん、あなたの証言バラバラにしてガタガタです。さあ、ある弁護士だな。これはこれは愉快至極。このアイガにそのような微笑ましき挑戦状。昨日あなたはこう言っていたはずです。まこと卑怯なり仮面マスク。この公的
記者の後ろ頭をこのような危険なもので殴るとは。はい、後ろ頭。しかし今あなたは証言した、額をコツンとやられた。もし本当に殴られたのなら間違えることなどありえない。うぐ、どうやらいやいやうっかりしていたようです。アイガさん、おかしいのは今の証言だけじゃありません。それはどういう意味ですかな。例えばこの予告状を警察に隠していたのがすでに不自然です。まるで警察が警備に当たるのを恐れていたかのように見えます。天才はいつの世も理解されにくい、そういうことですかな。違います。誰しも間違いはある。人間の行動は理屈だけじゃ割り切れないのさ。だからこそ人は人としてときめききらめくんだぜ。かっけえ。いやいやいや、これはそんな綺麗な話じゃない。じゃあどんな話だ。疑問はとことん追求する、そいつが俺のルールだぜ。こいつは意外に早く巡ってきた反撃のチャンスかもしれない。なるほど、君、あなたの主張を聞かせてください。わかりました、弁護側の主張は。アイガーは偽物、名探偵ではない。偽物ってなんだ。仮面マスク。答えはシンプルです。全ての謎がスッキリする。この欲しいだけアイガーこそが怪人仮面マスクだったのです。うごー、成熟に成熟に成熟に。弁護人、どういうことですか。アイガ探偵には不自然な点が多すぎました。犯行現場で隠れているため誰も彼の姿を見ていない。それなのにいつの間にか糸の子刑事と警察を出し抜いて、前回の事件では怪人の盗み出した獲物を取り戻している。それは現場の状況は怪人の犯行データから、その手口を完璧に推理して警察の見落としているポイントにあらかじめ先走りよう。違うでしょ、アイガ探偵、答えはもっとシンプルだった。あなた自身が怪人仮面マスクだったのです。しかし弁護人、この写真には怪人の姿が。これを撮影したカメラは高菱屋のものです。細工などできないはずでは。細工なんて必要ありません。欲しいだけアイガは探偵として地下倉庫を警備するふりをして、怪人としてただ壺を盗めばよかったのです。なんと名探偵が大怪盗。そうなのですか、証人。仮面マスクの手口はまさに天才。名探偵、欲しいだけ愛がこそがその正体にふさわしいのかもしれませんな、皆々様方。なんですと。まさか証人認めるのですか。なるほどくん。よし、このまま一気に決めちゃおう。欲しいだけアイガさん、あなたを怪人として。ああワンド、これ何度見ても受けるんだけど。五道ブレンド102号、俺のおごりだぜ。五道賢治。名探偵イコール怪人、絵空ごとは綺麗に見えるもんだ。だけどな、現実はそんなに綺麗じゃねえのさ。しかしこの弁護人の主張には筋が。確かに筋だらけでゴリゴリしてるようだぜ。どうやら老いたが過ぎたみたいだな、弁護士さん。この探偵が怪人、それなら証拠を見せてくれよ。そのコーヒーのように完璧で、そして熱いやつを。弁護人、いつまでも呆然としていないで決定的な証拠を提示してもらえますかな。そうですね。大丈夫なの。なるほどくん。愛護探偵は今かなり弱っている。できればここで勝負を決めてしまいたい。それだけの証拠を僕は持っているのか。愛護探偵こそが仮面マスクであるという決定的な証拠。なくない？ちょっと待ってよ、ないよな。脅迫状、防犯カメラの映像でもな
いもんな。無理だろ。証拠は、証拠はまだありません。くっそうだ。男は惨めな時でも顔を上げなきゃいけねえ。そうですか。証拠さえあればあるいはと思ったのですが。ダメだ、ここで攻撃をやめてしまったら二度とこいつを怪人として告発するチャンスはなくなる。ブラウド君頑張って、もう一度考えようよ。ダメだ、やっぱりまだ早すぎたんだ。そんな私たち負けちゃうの。どうやら弁護士だな、爪誤ったようですな。この証人の疑いはこれで晴れたようです。それでは護道検事、まだ他に何か証言を。あ、え、誰よ。あなたは。あ、マリコちゃん。誰ですか。どうでもいいでしょ、そんなの。まあ、マリコさん、どうしてここへ。リュウジ君、あなたたちが探してるのこれじゃないかな。あー、マリコさん、昨日のバッグ。それはカバンですか。問題はこのカバンの中身よ。どう？それは暗いのつばなよ、なるほどくん。あー、静粛に。あなた、お嬢さん、そのつぼ一体どこで見つけたのですか。聞いて驚かないでよ。あの偉そうな名探偵、欲しいだけアイガさんの事務所よ。マリカちゃん、最高だ。来た、クライの壺、欲しいだけアイガの事務所より発見。ところどころにピンクのシミが付着。さあ、いかがですか、アイガさん。今度こそ言い逃れはできない、あなたこそが。え、まだ。く、情けねえ。護道検事、昔男は背中で語ったもんだ。それが今じゃ男の言葉を受け止められるやつはいねえ。これも時代だな。まさかまだ認めないつもりですか。問題は壺を持ってきた姉ちゃんだ。あんた確か天杉優作の神さんだったな。だからそれは何なの。く、泣かせるじゃねえか。旦那を助けるためにこんなことまでするとはよ。何よそれ。犯人の神さんならどこからでも壺を発見できる。もちろん探偵の事務所からでもな。壺は見つかった。だからなんだ。問題はそいつがどこにあったのかだぜ。この壺、あいつの事務所から持ってきたのよ。この町には悲しい要素があふれてやがる。もうこれ以上は必要ねえぜ、お姉ちゃん。違う、私そんな汚いことしてない。マリカさん、助けて、龍一くんなら証明してくれるよね。何か方法があるに違いない。あの壺が愛が探偵事務所にあったことを立証するには。自分が目撃したことだよな。なるほどくん見てたもんね。でもあの愛が探偵に調べるのを邪魔されたんだよ。どうした、喋るのが仕事じゃなかったのか。なるほどくん、立証なんて簡単じゃない。だって私たち調べたんだよ、あのバッグ。ああ、確かに覚えてるよ。中に入っていたのは硬くて丸くてツルツルしていた。そういった感じどう考えてもツボじゃないのそれ。でも僕はそれを見ていないんだ。あ、そっか、直接バッグを開けて中身を確認してないのか。え、見ようとしたところでアイガが帰ってきた。だから中身が本当にツボだったか僕たちには証言できない。そんな、く、見直したぜ、まるほど。嘘にあふれた街で今小さな真実の灯火が灯り上がった。龍一くん、確かに僕はあの壺を見てはいない。だけど他の方向から立証できるはずだ。ちょっと待って、もう一回か。ってことは壺に残った指紋、その壺がどこにあったか立証することは可能です。壺に残った指紋によって、あれ触ってたっけ。なるほどくん、ちょっと久しぶりの収録だからね、ちょっと忘れてるところがあるんですけども。あ、いや、弁護士なの、これぞ証子、よりによって指紋とは。良いですかな、壺にこのアイガの指紋が残っているのは至極当然ですぞ。何しろ壺を警備していたのはこのアイガなのです。そもそも我はこうして手袋をはめておる。
残念ながら我が指紋は証拠にはなりますまい。いかがですかな、この証人の指紋は意味がないようですが。どうするの。なるほどくん、ここまで来て後には引けない。愛は探偵があの壺を事務所に持ち込んだのは昨日、そこで指紋をつけた人物が一人いるじゃないか。やっぱりなるほどくんだよな。沢田といえばどういうことですかな、あなたの指紋というのは。アイガさん、昨日のこと覚えてますよね。ほらほら、なるほどくん、出番だよ。え、まずいだろ、勝手に触っちゃ。いいっていいって、さっさと調査する。どう、何が入ってる。ちょっと待てよ、今取り出すから。どうやら何か、あ、ここで触ってたのか。で、捕まると。あの時、確かに僕はバッグの中は見なかった。でもその中のものに触っていたんですよ。なんと、触った。記憶に残っていますからね。ツルツルで硬いものだった。いや、それはしばらく。裁判長、その壺の指紋を調べてください。もし僕の指紋がついていれば、あの壺は愛が探偵の事務所にあったことになります。壺に指紋が残っていたとして、それがいつ付着したものか立証できるのかい。もちろんです。なんだと。秘宝店の責任者神谷桐夫さんはこう言っています。でも私、一生懸命ピカピカに磨いて少しでも高そうに見えるように頑張ったんですよ。壺はピカピカに磨かれて全ての指紋が消されていました。僕が壺に指紋をつけられるチャンスは昨日、愛が探偵事務所しかなかったんですよ。くっ、5度ブレンド107、ちょっとばかり苦味が過ぎたようだぜ。かっこいいな、五道さん、発言が一つ一つ。静粛に静粛に静粛に、弁護人の要請を切ります。係官、至急この壺を。あ、いや、待たれよ、ご老人、その必要はございませぬぞ。証人。さよ、その壺には弁護士殿の指紋が残っている。なんですって。ついに打ち崩した。ああさあさあ、皆さんご覧ください。天才にふさわしき公的死を求めて、ついに自ら犯罪に手を染めた哀れなピエロでござい。なんか猛烈に危ないよ、あの人。薬でもやってんのかこいつ。いやあれ、この我こそがかの仮面マスクだった。さよ、皆さん楽しんでいただけましたかな。ああはっ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 は。認めたな。じゃあもうこの事件終わりじゃないの。それで護道検事欲しいだけ愛がは。控え室で高笑いしているぜ。俺もあれぐらい楽しそうに笑ってみたいもんだ。どうやら答えが出たようですね。我々はもう少しで無実の青年にお目を着せるところでした。おぞましき怪人のお目を。やっぱりナルホド君が正しかったんだね。優作君は怪人じゃなかったんだ。それでは甘すぎ優作君に判決を言い渡します。は？なんで。違う、だから違うんです。いや、違うっていうか、むしろ間違ってるっていうか。おいおい、まさか。そのおぞましき怪人の件なんですけど、怪人は僕なんです。っていうか僕怪人なんです。だから有罪にしちゃってください。今までの審理は一体何だったのでしょうか。それな、怪人の正体立証されました。早いとこ判決を。何言ってるんですか。だって怪人は僕なんです。やばい、また護道さん余裕が。護道検事、そこでコーヒーを飲まない。くっ、おい怪人さんよ。あ、はい、何ですか。あんたも男なら自分のケツは自分で拭くことだ。あの、すみませんが意味がわかりません。てめえで証明するんだ。仮面マスクは自分だってな。あ、はい、喜んで。喜んでるよ、なるほどくん。
正直なところかなり切ない。よしいい子だ。ただし男になるチャンスはいつだってたった一度きりだぜ。もちろんです。僕頑張ります。じゃあ話してみな。聞いてやるぜ。やれやれ、仕方ありませんな。聞いてみるとしましょうか。よし、じゃあ今回ここで終わりにしようかな。ちょっとまだもうちょっと続くのか。仮面マスクの正体ということで、はい、ではご視聴いただきありがとうございました。クソなんだか本当にもうこの第2話終わるやんって思ったらまだ続くっていうね。はい、ではお疲れ様です。